はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験、変化の前の挫折です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。なんか変な題名ですよね。そうそうそう、挫折、どういうことでしょう。なかなか題名つけるのが難しかったんです、うん、そうそう、いつもね。そうですよね。ただ、うん、最近ね、気がついたことなんですけど、はい、なんかこう、なかなか子供って、うん、どういうふうにして自分が達成感とか、自信とかをね、つけていくのかなって、うんうん、もちろん全然自信がつかず過ごしてきちゃってて、もう小学校上がっても自信がない、自信がないっていう人と、うんうん、まあ、すごく自信を持って何事も進める人とか、まあ、こう、いろいろありますよね。でも、最近すごく思うのは、やっぱり新しい方が入会してきて、それでまあママがいいのとか、ママがいなくて寂しいのとか、まあ大体そういうふうに泣く人多いんですよ。で、最近それ何人かの話を聞いてるうちに、子供たちって何も覚えてないのかと思ったら、まあ時にして大体4歳から5歳ぐらいの間かなっていう、5歳から6歳になるとまたあまりそういうの覚えてないのか、まあ、感じないのか、まあ、それにしても4歳から5歳までに体験した成功体験みたいなものを子供ってすごい覚えてるんだなっていうのをすごい思ったんですよ。で、ある一人のお子さん、女の子のと男の子のケースがあるんですけど、その女の子の場合は確かにそうなんです。入ってきたのが年中ぐらいだったので、やっぱり4歳ぐらいかなとは思うんですけども、うん、だいぶ前のことだから私はすごい忘れてるんですけど、うん、その女の子が、まあ、すごい結構最初はわがままで、もう何事も嫌だと思ったらやらない。それで、まあ1ヶ月も経ったからそろそろいいかなと思って、私もね、うん、もうこれは許しておけるものではないからと思ってで、ちょうど発表会前だったんですけど、はい、断固としてね、勉強は前やったにしても、その後のリトミックで、もう一回これタンバリン叩いてやってみようよって言ったら、もう断固としてやらない。まあそれまではすごいわがままだったり、なんかすごかったんですけど、1ヶ月間我慢したんです、私たちも。でももうね、これは良くないと思ったんで、その最後のタンバリンの時になったら、もう大泣きして絶対やらないと。で、まあママもそういうことに出会ったことの、出会ったのが初めてなのか、自分もどうしていいかわからないからっていうことで、まあしばらく見てたけど、もういいです、お母さんそのまま置いて、もうちょっと一旦出てた方がいいからって言って、それでママが出ちゃったんですよ。そしたらもう結構大泣きでね。でもまあじっと待ってて、それでもう収まるの待ってるってこと、うん、でもまあ収まらないからね、うん、でもやっぱりやった方がいいと思うよって私も言ったんですよ、はい、で、なんとかね、もうやった方がいいと思うよ、やらないと帰れないよとかね、ママも来ないよとかもいろいろ言ったんですよ、うん、そしたらやっと、もう随分私と争ってたんですけど、でも、いや、本当に子供も思ったんじゃないですか。これで、やらないと、自分は確かに帰れないかもしれないと。本当に帰れないかもしれない。本当に帰れないってことを理解したのかなんかで、うん、そしたら、やったんですよ。ちょうど、タンタンタン、なんか、そんなような感じのリズムで、やっと自分でタンバリン持って叩いたんですよ。それで、頑張ったじゃない、よくできたじゃない、やったじゃないとか言ったら、ちょっと嬉しそうにして、うん、それで、じゃあきっとママ迎えに来るかもよって言って、まあ外にはいたんですけど、遠くに電話するふりしたら来たよかったよねって、うん、でその時に私がその子に、フレンドリーから近かったんで、次来なかったらいい、まあ多分そうやったから嫌だなと思って、次来るかな来ないかなって賭けじゃないんですけどね。あそこもそれっきり学校室来ない子もいるからね。もう嫌だって来ないのかなとかってすごい思ってて、それこそもう一人の副所先生と賭けぐらいするぐらい、来ると思う来ないと思うとか言って来ないよね、あんなにどっちめだしとかって言ってたんですよ。でも帰り際に一言、
その子に、あなたの家は近いからね、いい？来週来なかったらね、先生このタンバリンを持ってね、あなたの家にピンポーンってね、行くからね。怖い怖い、うん。来週来なかったらって、そこまで言ったんですよ。だから来るかな来ないかなってかけてたんですよ。それで、まあ多分来ないかもね、あんなに騒いだし、って言ったら、次の週、来たんですよ。えらい。あら、来た、えらいとか思ったら、ピンポンは困るんだって、本当に来ると思ったらしいから。それで、もう最初どうするかなってお母さんも見てたらしいんですけど、はい、時間になったらピッとか自分で支度してね、スクッとそれを持ってね、家を出たらしいんですよ。偉いじゃないって言って、それからその子はすごく良くなったんですよ。本当に良くなったんですよ。そしたら先頃その話を自分で、私もねとか言って泣いてる時があってね、で先生にこういうふうに言われたのはね、私は今でも覚えてるって、鮮明に覚えてるんですよ、その日の出来事をね。ああ、だからやっぱりあれなのかな、なんでそんな嫌なこと覚えてんだろうって思ったけども、それはその嫌なことじゃなくて、その自分がその頑張ってたことで今の自分があるっていうことを、本当に幼いながらやっぱりそういうことをこう自分で感じてるから、その体験を忘れないんだなって私はすごく思ったんですよね。だからある種の、まあ、成功体験ですよね、ガーンっていう挫折の後の成功がセットになってるわけですね、記憶としては。でもう一人の男の子もいて、そしたら、いや僕も覚えてるんだよって、この人何覚えてんだろうと思ったら、確かにそうなんですよ。もう毎回毎回来るたんびにね、大騒ぎして泣いてね。入ったばかりの時。そう、まだ、そうですよね、入って2回か3回ぐらい、はい、とうとう私もね、最後はね、もう私も、怒ってそれ でお母さんは多分泣くのが悪いと思って、ですごく悪そうにしてたから、いやもうそんなことはないと、私は泣くのは平気だから、とりあえずともかくお母さん中に入ってここに座ってください、それでやりなさい、やらなきゃダメだ、やれっていうことをともかくママに言ってもらって、抱っことしてそこにね、まあそのお母さんもすごい偉いお母さんなので、そこにドンと座って、その子供がなんて言おうがもうやらないと許さないみたいな。で、私もやらなきゃ許さないと、二人で追い込んでたんですよ。そしたら、ピタッと泣き止んで、やるって言った。本当かなとか思ったんで、それで大泣きですよ。もう大泣きしても、みんなで知らぬふりして、やらない限りは、それはいくらでも泣いててくださいと。止まるもんなんですよ、子供って。これはなんか泣いてても自分は損だなって思ったのか、ピタッとやめて、それで、その日はちゃんと最後まで授業も受けて、静かに受けて、はい、でまあまあよくできてたんで褒めてあげたんですけど、はい、そしたらその子もそれを言い出したんですよ、はい、僕もねここでね、お母さんがここに座ってね、僕大泣きしたんだよ、大泣きしたんだけどやめたみたいなことをね言ってるから、はあ確かにあの大泣きのこと言ってんだろうなっていう、覚えてるんですね、覚えてるんです、だからやっぱりそれがきっとね、今ぐらいになって、まだ年長ぐらいになってまだ言ってるとこ見ると、そのやしたことはすごく残ってるんだなっていうそしたらもう一人、今小学校4年になった子も今日いて、はい、うん、そうなんだよ、僕もね大泣きしたんだよとか言ってるから、みんなそういうことって覚えてるんだなって、それを自分でやめたことによって、その自分が自信を持って今ね、ちゃんとできるっていうことがある種の達成感になってるんだろうなって、そこで僕は変われたんだ。そうだから本当に不思議なんですけど、幼児なのにそのまあその子だけじゃないんですけれども、で、まあもう一人ね、1歳6ヶ月ぐらいから入ってる子がいるんですけど、そこは全部早かったんですね。その子は早かったから、年がら年中、こう、いろいろ怒られながらも成長してきてるから、そうあまりこの際立って何をしたって、ただ、大きい挫折はなかった。そう、大きい挫折はなかったんだけど、年少年中を通して結構気が弱かったから、そういう意味で、ある時からぐっと変わったっていう、まあその時は泣かなくなったし、自分で頑張れるようになったねって褒めてあげるんですけど、やっぱりそういうこう人間変わる前、
本当に成長する前の兆しってやっぱりあるんだなって、それをうまく子供を超えさせてあげると、うん、それが自分の記憶の中に一生残って、何かがあるたんびに自分なりにああいうことをしたけど私は頑張ったっていう、だからそれって本当に大学すごい系列校の付属の大学に行った子なんですけど、小学校ね、卒業生で、うん、はい、すごい難しいところの小学校に行ってそれがもちろん大学もその大学の中では一番いい学部に行って、うん、はい、その後もう本当に羨ましくなるような職業に就いたんですよ、うん、でその時にその子が言ったのは、一時期ちょっとダメそうになったんだけど、うん、その付属のところでね、だけど私はあの時すごく頑張ったことをね思い出したんだって、確かそういったことがあったんですよ、うん、でそれを私はその、フレンドリーで頑張ってやり抜いたっていうことを思い出して、再度中学から頑張ったんだっていうことをね言ってた卒業生もいるのでね、そういうところってやっぱりそういう何かをこうきっかけ、うんうん、成長する兆しの前ってあるんだなっていう、うん、だからそこをうまく幼児期に来るとそれがずっと自分の中の貯蓄になって小中高大、うん、あえては社会に出ても頑張れるんだろうなっていう、うん、だからやっぱり幼児期っていうのはそういう、合格だけじゃなくてね、うん、その自分で頑張った証みたいなもの、うんうん、頑張ったからこれができるようになったとかっていう、そういうやっぱり成功体験みたいなものをしっかりとつけておけば将来は結構頑張れるんじゃないかなって、私はあの子たちの話を聞いてふと思ったんです。だからそういうことを思うと、うちの卒業生の子たちって高校生にもなってるし中学生にもなってるですけれども、みんなが口を揃えて言うのは、私たちメンタルが強くなりましたねってこの幼児教室卒業してみんながすごく役に立ってるのはやっぱりメンタルが強くなったことだっていう。確かに打たれ弱い子はいないかもしれないですね。そうですね、うん、だからそのメンタルの強くなったねといった中学3年生の子も、はい、やっぱり幼児受験の時にもう本当にもうなんていうのかな、ママが何でも迎えに来てくれると思ってるっていう、だからその時に甘えてて嫌なことやらないし、ダラダラとしてた子がいて、でその時にママから電話があった時に、 お願いですから捨てるって言ってください、捨てるって、もうちゃんとやらなかったら捨てるって言ってくださいとか言ったら電話でそのお母さん言っていただいたんですよ、うんうん、それからハッと顔色が変わって、うんうん、ほら見なさいとか言ってね、うんうん、言ったらそれからもう全然変わって、本当に今はもうメンタルも強いし、そう面白いんですよ、卒業生みんな集まるとみんなそんな話して、私たちメンタル強いわよねとか言ってでもそうだと思います。うん、だからそういう成功体験っていうものをぜひね、この幼児期に経験していただいて、それで小学校受験に行くといいなと思いましたね。そうですね、はい、単なる合格だけじゃなくて一生ものですからね、こういった自信はね、はい、うん、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリスクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報や各種講座のご案内、由美先生の書き下ろしの記事などを案内いたします。これからの時期は夏向けのね、短期な講座などもありまして、そちらのご案内もしていこうかなと思いますので、よろしければぜひご登録してください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応可能で、由美先生がマンツーマン形式でお話をいたします。ぜひご利用ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。今年の年長さん間もなく締め切りとなりますので、お急ぎください。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。